はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年4月の9日、2時21分です。相当久しぶりの夜中の枠じゃないかな。はい、ワドツ。相当久々じゃない、この時間帯に枠開くのは。よろしくお願いします。はい、ワドツ。なんだろうね、最近昼間起きることが普通になってたけど。はい、ワドツ。よろしくお願いします。はい、ワードツ。うまくいかねえな、なかなかな。はい、おはよう。今起きたの？いやー、なかなかうまくいかねえわ、本当に。参っちゃうよ。参っちゃうねー。どうすかねー。働きたくねえんだよな。人生山あり谷ありだよ、本当に。本当に大変。本当に大変だよ。はい、はどっち？マジでどうすっかな、これ。背がきついね。不安が押し寄せてきたね。やばいね。マジでどうすっかな。在宅ワーク？いや、働きたくないんだよね、正直。働きたくないんだよね。わかる？ちゃん、わかんないよね。働くのが嫌いなんだよ、俺。もう働いたら負けだと思ってるから、なるべく働かないように、なんとか切り抜ける方法を考えないと。生活費はまあ月20、まあまあ、俺一人だったら15万もあればいけんじゃないの。俺一人だったら。厳しい。いや、多分ね、みんなよりもとことん働きたくないね。本当に働いたらダメだと思ってる。鬱にならんだよね。人生振り返って働いてた時いいことがない。ちいよな。まあなんとかするしかねえわな。乗り越えよう。そうね。まあ25万ぐらい稼げるように頑張りたいなとは思ってるけど。25ぐらい稼げるように頑張りたいね。社会人の期間って、社会人って俺中学3年生の頃からもうバイトやってて、16ぐらいからもう一人暮らしだけど、社会人の期間って何？俺社会人じゃないの？ ちゃんにとって俺社会人じゃないの？何、社会人の期間ってやめてよ。俺今でも社会人のつもりだけど、まだ人間やめてねえよ。それどういうことじゃん。もう全然社会人のつもりなんだけど。正社員は2回だけやったことあるかな。おはよう。正社員は2回やって、まあ両方とも1年ぐらいだったかな。多分。絶対続かないね。働くっていう選択肢はとりあえずないと思って。うん、
とりあえずないと思ってください。それ以外の何かでどう切り抜けるかしか考えてない。働くっていう選択肢はない、とりあえず俺の中で。いや働きたくないよ、働きたくないよ。やりたくないことはやらないって決めたから、もうやり抜けそうじゃなくて、なんか自分の才能とかを安く切り売りしたりとか、誰かの奴隷になるっていう考え方があんまり嫌いなの。だったらまあ死んだ方がマシだっていう風に、もう結構そこは悟って、俺の中で。そう、あのそこはもうやらないって決めてるね。うん、別にあれだよ、普通にやり抜くっていうか、普通のやつよりも全然能力高いと思ってるよ。普通のやつって言ってもみんなにとっての普通と俺にとっての普通違うけど、うん、別に仕事はできないわけじゃないよ。厳しいな。誰かの利益のために自分の能力を使いたくないの、俺は。自分の好きな人のためにだったら惜しまず使えるんだけど、好きなこととか好きな人とかにだったら、他人じゃん。で、嫌いなやつとかにも頭下げないといけないっていうのは、俺は間違った生き方だと思ってるから、俺はやらない、そういうことは。ふわっちって150人の人でも月25万稼いでるんだけど、バブル状態なんですわ。うまく、え、ああ、まあ俺がバブルから外れたんだろうね、多分ね。じゃあまあそうだよね、最下位の人でも25万とか言ってるだろうね、今現時点で言ってるんだろうから。10日目でもうだから50万ぐらい稼いでるんでしょ。いやー、でもなんか悔しいよ。誰だこいつっていうのばっかりじゃん。と上の方にいる50人とか知ってるのはさ、別に稼いでんのあれだけど、誰だこいつっていうようなやつがなんで稼いでて、なんで俺が稼げてねえんだっていうのは、すげえなんか怒りみたいなのがあるよね、俺の中で。あいつらよりも喋りうめえしさ、よっぽど配信のこと好きだし、閲覧もあって、なんで俺が稼げねえんだよっていう、すげえムカつくよ。なんかこう神様のまた意地悪が始まったんだなと思ってワクワクしてるよ。神様意地悪だから、まあ何かを変えないといけないタイミングなんだなっていうふうには思ってるけどね。なんか転換期というか、現在12万ぐらい、あ、まあまあ、じゃあ25万ぐらいいくんだろうね。まあだいたい150位ぐらいだと25万30万ぐらいだよ。なんでそっから漏れてんだろうな、何なんだろう、全然意味わかんねえよな。なんか悔しいよね。イベント何のイベント、何イベントはやらないって。ああ、何ふわっちのイベント、集金アイテム、あんなの集金じゃん。だって俺別になんかなんとかっていう漫画とか知らねえもん、ピッコマとかいうの。なんか頭くきてさ、あんなんでリスナーから金巻き上げるためになんで運営にそんなの付き合わないといけないんだろうと思って。そうそうそう、ピッなんとかでしょ。リスナーさんが負担かかるだけじゃん、あんなの。だったら普通に支援してもらってた方がいいもん。って思い始めたかな、俺は。だから俺の場合さ、ほら、直振りはゼロじゃん。本当にないのよ、直振り。もう何年もらってないか。だから本当に厳しいよ。きつい、マジで。色恋営業とかやってるやつらいいよな、本当に。
腹立つ。苦しいな。まあ生活できないとね。でもまあプライドはあるから。まあまあしょうがないでしょ。いつまで続くのか、この冬を耐えないと。上がらねえときは上がらねえし、上がるときは上がるよ。なんかの、あ、いいねボタンありがとうと思ったら消した。なんかのタイミングで、変わるんじゃねえかな。もう信じるしかねえな、こればっかりは。いいねボタンありがとう。頭固いかな。まあ難しいよな、やりたいことやっていくっつうのは。もう知らないな、エルビっていうの。まあ俺より稼いでんだろうな。だから知名度と収入は全然、閲覧数とは知名度とかと収入は結びつかねえよ。俺は結びつくと思ってやってたけど、そこは最大の誤算だね、俺の。まあ支出は減らすしかないけど、そういうレベルじゃない。もう、要は、4、50稼げてたのが、もうダーンって言ってるから、10万稼げるか稼げないかとかになってるから、支出どころじゃないよ。もう最低支出下回ってるから、完全に。きっつい、マジで。急に来たかんな。やっぱ捨て頃負けたのが原因だっていうのが俺の分析なんだけど。いいねボタンで遊ぶのやめて。取り消すんなら消えて。目障りだわ。つけたり押したり、めんどくせえ、お前。投げ銭よりもスポンサーっていうか、別に金が入ってくるなら何でも構わないよ、俺は。投げ銭もスポンサーも。でもまあ、投げ銭もスポンサーの一種なんじゃないの？俺はそういうふうに思ってるけど、俺にアイテムくれる人はスポンサーだと思ってるけど、俺は勝手に。なんか違いあんの？あ、絶対ある、絶対ある。みんながイベントに投げてんだよ。でもさ、それってさ、どうなんだろうね。なんか、
なんかそれもイライラするっつうか、もやっとするけど、なんか普段見るところに投げてくれよっていうのは思うけどね。なんか適当ななんかくだらねえ回とかよりもさ、ついてるところ守ってくれよっていうふうには思うけど、まあそんなの愚痴ってもしょうがないかんね。リスナーさんも気分とかテンションで投げてるもんだから。できればね、この放送守ってほしいけどな。まあだからか、絶望的に囲われてないんだろうな。それは感じる。ああ、厳しい。まあ当面地獄みたいな環境が続くだろうな。もう意地だよ、意地。絶対乗り切ってやるわ。最近イベント連発しすぎな。いや、予約は埋まってるんだと思うよ。まあもう次次次って入ってるんだと思うよ。契約、要はフワッチがスポンサー契約してるんでしょ、いろんなところとコラボのタイアップで。参ったな。富里のスイカは美味しい企画。富里のスイカ美味しいよ。っていうかね、ちゃんね、面白いんだけど、東京のスーパー全然富里のスイカめちゃめちゃ売ってるんだよね。普通にスーパーで売ってて、俺調べたの、富里のスイカ有名、無名だと思ってたら、全国3位のシェアだったの。あ、全国2位。だから、富里のスイカっていう名前が知られてないだけで、全国熊本の次に、しかも僅差で熊本と2位なの。だからみんなが食べてるスイカって実は富里のスイカだったの。関東圏内って。恥ずかしいだろ。だから別にプッシュする企画ではなかったの。名前を知らないだけだった。スイカイコール富里でもあんの、この辺は。ウケるだろ。だからスーパーに行ったら買えるの、別に。俺が一人で勘違いしてローカルだと思ってたの。そしたらね、全然スイカの名産地だったっていう。なんか名前が浸透してないだけで めちゃめちゃシェア取ってたって。ウケるでしょ。企画をするまでもない。スーパーに行きゃいいんだよ。そうそう、ガスタンクもスイカ。マラソンもあるしね。スイカマラソンっていうのもあるし。スイカマラソンは結構マラソンランナーでも有名らしいよ。まあ地元っつうか隣町だね。富里はナーボーが富里出身だね。ガスタンク知ってる？スイカの。よくやるよね。ありがとう。セバスチャンって何なんだろう、これ。
セバスチャンありがとう。なんだこれは。なんかのアイテムなんだ。なんだこれ。よくわかんないけどありがとう。なんかいろいろ考えよう。なんかいろいろ考えていかないとな。和道の話は「へえ」っていう話が多くて好きだけど、爆笑できる企画とか、それは俺のやることじゃないと思ってる。だってこんだけ爆笑できるやつらがいるんだもん。例えばさ、なんか岡田斗司夫さんとかさ、知ってる？ちゃん。別に爆笑できる話とかやってないと思うよ。でも、ね、だからそこがね、難しいところね。結局ね、酒飲んでウェーイウェーイウェーイとかやってんのがウケるんだよ。だからそれに対する俺はムカつきもあんの。その絶対やらねえっていう。だってそんなのさ、何が面白いの？花火ありがとう。何々、花火ありがとう。そんな放送でも何でもないじゃん。コンテンツとして、そのクオリティは求めたいのね、俺は。で、食ってければいいと思ってんの。ウェイウェイってやってんのが好きだったら他見に行けばバカ野郎って話だよ。俺はだから、その、なんつうの、やりたいことや飯が食いたいのね。まあだから結果が出てない。で、崩す気はない、正直。まあまあまあ、中身のあるって。俺はやってるつもりなんだけどね。やってるつもりなんだけど。いや、模索とかじゃない。スランプだよ、もう完全な。完全なスランプ。まあだから、受けてないっていうか、結果は結びついてないから、俺の負けなんでしょ。でも俺はスタイル変える気ないよ。そんな、他の見たかったら他でやれよって話だから。俺には俺のスタイルで俺の生き方があるんだよ。俺はこれでやってきたんだもん。何が面白いんだよ、酒飲んでウェイって。バカだろ、あんなもん。俺、酒飲み嫌いなんだよ。ニコ生の配信者にもっと目を向ければ。いや、ニコ生全然興味ない。っていうかね、別に配信自体に俺興味ないんだよ、そもそも。その、配信者がやってること全然、なんだろう。微妙だと思ってるから。模様替え？なんだろう、模様替えって。あ、模様替えっつうか、部屋は片付けたいね。単純にね。ニコ生の配信者がどうこうっていうのないな。まあ、最近だと、七原くんっていう名前は知ってて、その配信者が七原くんだっていうのを知らなくて YouTube 見て爆笑して、うわ、こいつすげえわーと思って。たのはあったけど、あ、これが七原くんかみたいな。やりたい配信はやってるよ。まあ映画撮りたいとかも言ってるし。まあね。いいこと考えよ。別に影薄れてねえよ。うるせえよ。前のアングルってどんなアングルだったっけ？いや、そこから撮ってただけだけどね。まあまあ、スランプだよ。まあ、スランプだよ。まあまあ、これで終わったら、淘汰されたら、淘汰されたで実力なかったっていうことだから、しょうがねえよな。まあ、しょうがないよね。受け入れるしかないよ。厳しいよな。映画300万ぐらいかかるだろうね。いや、ネックっつうか、それはまあ追いかけるよ。
やりたいから、もうこのタイミングしかないと思ってるから。別にネックでもないよ。切り詰めてでもやりたいと思ってるから。っていうかもう30代で取らなかったら多分もう無理だと思う。40代からやり始めるとか、気力が持たないと思ってるし。いや、時間がいっぱいあるっていうのと、なんていうのかな。時間がたくさんあるっていうのと、あと、考える時間、作る時間、まあ、こうやって語り合う時間とかもあるし、まあ今しかないなと思ってるね。前々からもう2、3年前からそろそろかなとは思ってたんだけど、俺は今だなと思ってる。脚本つうか撮りたいもんは頭の中に全部入ってるよ。頭の中に全部入ってる。ティザー映像もカメラ手に入ったら作ろうと思ってて。それはやっていくだろうね。内容はね、恋愛系撮ろうかなと思って。恋愛系と、なんて言えばいいんだろうな。まあまあまあ、恋物語を書こうかなと。そういう感じ。YouTube の方コメントないね。全然おとなしいね。ロム線が多いのか。まあまあ俺の恋愛観だよね。ね、ドキュメンタリーはね撮ろうとは思ってるんだけど、ホームレスをテーマにしたドキュメンタリーは作りたいなっていうふうに考えてんだけど、一作目は創作物の方がいいなと思って。ドキュメンタリーはほら、追っかけて編集の作業でしょ。だから、なんていうのかな。今はドキュメンタリーじゃなくて、労力使う方の方がいいなと思って、若いうちにそういうことしかできないから。年取ってからね、頭ひねんの結構きついと思うんだよね。まあまあ、ヒロインがのんちゃんっていうか、まあまあ、そこは全然。誰でもいいっつうか、知り合いにこの人だと思った人に頼んでいくけど。あと1分。あ、じゃあ次枠で。枠取り直します。お疲れっす。ヒロインっていうか、まあ、俺はね、カオスに出てもらいたいなっていうのは本当に思ってんだよね。カオスめちゃめちゃビジュアルいいし、かっこいいから、カオスで撮りたいなっていうのはあるんだけど、まあカオスは出てくんないだろうな。まあ知り合いにいろいろ頼んでいきたいなとか思ったけど、かっこいい人を集めて、かっこいい映画を撮りたいですね。まあ、予算、そのキャスティングしていく。30分って早いな。30分早い、早い。すぐ終わっちゃうね。なんか配信のサイクルが4時間とかでずっとやってきたからさ。30分だと遅い。30分経つのは一瞬だよ、俺の中では。すぐ終わっちゃう。難しいよな。
グッドボタンありがとう。なんだろうね、撮りたい映像って感じかな。撮りたい映像。絵があるから、その視覚の人なんだと思う。多分視覚の聴覚の人、意外と感覚人間なんだよね。便所許さねえよ俺は。配信者頑張ってたのに。ああ、男官塾のこと？いや、俺ね、そこね、難しいなと思ってて。俺もちょっと一回便所さんにぶち切れそうになったんだけど、怒ったら負けだなっていうふうに思って。で、結構本当に怒りが湧き上がったの。で、実を言うとね、もう本当に怒って、言ってやろうと思ったんだけど、運営さんに止められたのよ。そう。運営さんがすごい大人な人で、まあまあ、すごい勉強になるんだけど、まあ、チンコ出したのも、もうこいつ、切りましょうよって言ったんだけど、いや、頑張ってるんで、って、わざとじゃないっすよ、とかさ。結構まあ、ドレさんにしろ、便所さんにしろ、チンコ出したのにしろ、結構俺はないなと思ってて。で、なんかさ、すげえムカつくのがさ、ダンカンさんを敵にしてるけど、一緒に番組を作っていこうっていう姿勢ってないのかなっていうのがちょっとがっかりしてんのよ、俺は。で、まあまあ、配信者はダメだなっていうのが俺の感覚で、これは仕事来ねえわっていうのが俺の感覚で、なんか、あれで便所さんすげえってなってるノリも寒いとか思ったし、くっそ寒いと思ったし、なんか正直ね、ネットの面白いって、人に迷惑かけて面白いっていうのはあんま好きじゃないんだよね。かっこいいなと思うのは、自分をネタに笑いに変えてる人とかすごいかっこいいと思うんだけど、結局さ、周りに迷惑かけてそれを喜んでるだけな人たちじゃん。だからあれで笑ったって言ってるやつバカだと思ってるから、俺。男官塾を踏み台に配信者は芸能界で一般の中立の立場になると、いや、俺もそれを願って、願ってるし、そういう、なんか配信者が面白いっていう部分を、なんか一般の人に見てもらいたいっていう思いでやってたんだけど、まあまあ、結局、内輪ノリで終わったから、ああ、もうこの世界ダメだって思ったよ。なんて言うんだろう。ああ、内輪ノリで終わるんだろうなっていうのが、俺の中で確定した瞬間だった、あの瞬間は。あ、この人たちは自分の世界、要は排他的で、で、なんかテレビだネットだってずっと言い続けながら淘汰されていくんだろうなって思った。いや、お互いいいところあると思うの。ネットで閲覧数とか稼ぎもいいし、面白いし、体張れるし、で、ダンカンさんネームバリあるし、実績もすごいしっていう、なんで認め合わないんだろうって、なんで敵対構造なんだろうって、こいつらほんと悲しいなって思ったよ。結構冷めた、俺の中では。なんか、ああ、まあ、こういう人たちだよねっていう。リスペクトってないんだっていう。なんか、周りにどれだけ迷惑かかってるのかっていうのは関係ないんだなっていう。自分たちが面白ければ何でもいいんだなっていうのは感じた。すごく。まあまあ、だから、そんなもんでしょう。だからまあ、次とか一般人とか YouTuber 使ってくるでしょ。どう考えても。まあでも、その中でも真面目にやってる人たちがいるから、その人たちと一緒に頑張っていこうとは俺は思ってるけど、全員が全員そうなわけじゃないから。だから悔しいから、なんかね、一人ぐらいね、男官塾で普通に頑張ってる人でブレイクしたらいい。っていうのも、結構期待されてたの、便所さんって。正直言うと。それが、すごい期待されてて、すっごい、
こうやってくれるぞっていうのがあったからこそ、だからもうまあダンカンさん、北郷さん、運営さんはもうね、俺も含めてドン引きだよ、ね、うん、別にいいんじゃない、通用しないと思ってれば、うん、だからそこが排他的っていうのよ、ダンカンつまんねえとかネットで通用しないとか、もうそこがなんかネットネットネットなの、俺からすると。なんかこう胃の中の蛙状態だと思ってて、世間歩いててダンカンさんとさ、じゃあ有名な配信者肩並べて歩いてどっちが成功してますかって、配信者の方指ささないと思うよ。自暴自棄っつうか辛いね今ね、自暴自棄ではなくて辛い、本当に感情として。結構もうもう結構いっぱいいっぱいだね俺の中で。結構辛い状態、もう結構続いてるから、さすがにね今日ハッて気がついて、あもうクソやべえなと思って、うん、自暴自棄ってなのかな、自暴自棄投げ出さないようには踏ん張ってるつもりなんだけど、もう結構辛いね今、正直な感情、終わりかなっていう感じ。俺からするとダンカンネットで実績残せ、だからもう、いやいや、だからそういうところなんだなっていう感じよ。ネットで実績残せ、ネットでネットでって言ってて。うん。いやいや、だから、まあ、君たちそういう人なんでしょ。うん。だからもう、小せえなっていう感じ。正直な感想、小せえなっていう。うん。なんだ、ネットで実績残せって。だから結局持たざる者のツールになっちゃってるっていうのが構造的に良くないよ、うん、はいはい、いらっしゃい。ありがとうございます、花火ありがとう、サンキュー、しゃあねえなっつって、ありがとうございます、あざます。あー荒野本当に死んだ、うん、7割ぐらいの確率なんじゃないかっていう風に考えてたけど、俺の中ではもう間違いなく死んだっていう感じかな、残念だけどね、死んだね、嘘だったらいいのに。写真は見る気にならなかった、銀梅さんの顔とそのかなちゃんだっけ、彼女の 目見て話して、もうこれマジだなっていう、昨日で確信に変わったね、うん、写真は見たくないよ、見れないよね、荒野がボロボロになってる写真なんか。見る気にならない。見せろとも聞きたくもないし、言いたくもないし。写真を見せろとか証拠見せろって言ったやつの方が俺は頭おかしいと思ってるから。俺は彼女を責めるつもりにはなんないね。彼女を、まあまあ不器用な子だったけど一生懸命戦ってたし、俺は彼女が悪いっていうか風には思わない。なんで彼女が叩かれてんだろうみたいな、彼女が一人で戦ってんのに苦しんでるのに、俺はかわいそうだなと思ったけどね。なんかやだね、なんかいろんなやつがいろんなことを利用して私腹肥やしたり閲覧増やしたりとか、
いや、見たくないでしょ。可愛い後輩のボロボロの姿なんか。金梅さんでしょ？もともと見せろっつったの。違かったっけ？まあこれで死んでなかったらっていうか、俺の中では100%死んでるから。もうドゥーンと昨日お通夜行く、お通夜っていうか追悼式か、飲み会行くまでは俺ももしかしたらね、生きてんじゃねえかって、もし生きてたら許さねえぞ、徹底的に叩いてやると思ってたけど、俺の中では今それはない。100%死んでる。鮫島さんの言ってた、要は知り合い、ネットの中で知り合い、もう10年も以上やってるから何人も死んでるから俺の考え言ってるって、荒野はもう絶対生きてないって。なんでか分かんないけど確信があるって言ってたよ。それでもね、もしかしたら生きてんじゃないですかって言ってたけど、鮫島さん逮捕された時、2人っつうか、アメジンとオカリナさんと4人で話してる時、俺生きてる可能性もまだあると思うし、確定じゃないと思いますよって、フォローのつもりで鮫島さんに言ったけど、いや、ワドっつって、お前分かってねえなーっつって、こうや、もう生きてねえよって。勘がいいんだよね。生きてたらいいんだけどね。精神弱かったね。弱かったっつうか、まあもうドメンヘラだね。ずーっともう錠剤食ってガーって飲んで、もうベロンベロンになって、信じたくないっつうか、もう信じるしかないね。状況的に、状況的にっつうか、もう信じたくないとかじゃなくて、もう信じるしかないね。そう。でも俺は、いや、まあ、ミズニャンが、ノート、荒野にメッセージ書いてあげて、っつって、みんなで一言ずつ書いてたんだけど、俺は、そうね、なんかこう、怒りと悲しみがもう本当に、荒野に対してはあるね。かっこ悪くてもいいから生きてほしかったね。どんなに惨めでもいいから生きてほしかったね。ノートの中には、なんだろうな、もし仮に次があるなら今度は一緒に生きようねって、で、あとスタジオ入りたかったよって。まあだから、荒野にはもうほんと正直に書いたよ。もし次が仮にあるなら一緒に行くよって。和道さんってすごい自殺嫌うじゃん、理由ってある？俺が自殺をずっと考えてたことがあって、で、未遂があるのね、俺は。だから死にたいやつの気持ちは分かるの。俺は死ねなかったのね。だけど、本当の意味で分かるの。だから、死ぬなんか勝手だよとか言うやついるじゃん。知らねえよとかさ、てめえで選んだんだから俺ら全然関係ねえよみたいな。そういう感覚はないの、俺の中で。痛いほど分かるの、荒野の気持ちが。死にたい人間なんかいないの、この世の中に。生物でもいないの。自ら死にたいなんて生きたいの、絶対に。ただ、生きる辛さってあるの。死ぬ辛さもあるの。死ぬのってめちゃめちゃ怖いの。どんな人間でもめちゃくちゃ怖いんだよ。でも、生きてることの方が辛くなってるから死にたいっていう言葉になるの。だから自殺者の相談で今でも来るけど、死にたいっていうの。開口一番。
本当は行きたいよねって、生きてる方が今辛いんだよねって言うと、必ずうんって行きたいっていうの。本当は幸せになりたい、本当は友達欲しい、本当はあの誰かに守ってもらいたい、でも誰も助けてくれないって必ず言うの。わかる？俺人の配信見ないからわかんない。俺はかなちゃんに直接会ってるから。俺はだから嫌うんじゃなくて、その力になってあげたいの。嫌うんじゃないの、自殺を。本当は行きたいの。そう、いや痛いほどわかるから彼らの力になってあげたいの。生きなきゃダメだよっていう。自殺を肯定したらダメなの。だから自殺の肯定は俺の否定だから、俺自身に対する否定だから、俺は生きてるんだから。働かなくたっていいよ、ニートでもいいよ、何でもいいよ、生活保護だっていいよ、生き抜いてほしいよ。だから少しでも、だから荒野のその生きてく苦しみみたいなもん、少しだけでも負担は取り除いてあげたいなとは思う、今では思うよね。ただね、首吊りっていうのを方法、あのよくリストカットとかやってたじゃん、頭割ったりとか。あれも本気でやってたんだけど死ねなかったんだよ。だから荒野の中ではいつもノリだったんだと思うんだよ。ああでも遺書って書いてないかな今回な。毎回考えてたんだろうね、死ぬことね。でもね、周りがね、かなちゃん許せないとか何々許せないとか、笑わせんなって思うけどね。だから俺らが荒野を殺したんだよ。動物でも虫でも劣等種、片足がない、片足がないとか、かっこは片足がないとかは、生きようとしてるのを見ると応援したくなる。ただ虫でも動物でも最後は自分から姿を消して、後で死骸見つけた時は悲しい気持ちになる。いやいや、やられただけでしょ、自然に淘汰されただけの。だから荒野が殺されたのは社会システムに殺されたんだよ。荒野システムに殺されたの、資本主義っていう慣れの果てに。劣等種だから死んだわけじゃないの、自然界ではあるよ。だってそれで強い生命が生き残っていくっていうシステムなんだから。でもね、結局ね、人間もね、あの今資本主義戦争中なんだよ。これ見えない形で奴隷制度が、もう見えない奴隷制度が始まってんの。これ左翼とか右翼とかくだらない話持ち込まないでね。俺大嫌いだから、そういうあの頭悪い話は。バカありがとう。生きてる意味を考えてることはあるけど誰もわかんない。生きてる意味はないっていうのが俺の結論。生きてる意味は自分で作るのが自分の考え方かな。生きてる意味なんかない。だから生きる意味は自分で作るっていうのが俺の結論。だから俺は映画を撮りたいとか働きたくないとか明確にあるの。一回しかないから、一回しかない限りない時間を全部の配信に使いたい、やりたいことに使いたい、生きてけ喜びを感じる瞬間だけのためだけに生きてるから俺は。使命はだから自分で作れるんだよ。ドゥーンさんの中にあるんだよ。それを探す旅でもあるの。それを気づかせてくれる仲間なのか先輩なのか本なのか過去の人なのか分かんないけど、あるっていうかないかもしれないけど、作るんだよ。とにかく自分で作る。まあまあ見つかるよ。そうそうそう、理由は自分で作るんだよ。まあそれが家族とか女とか友情とか仕事とか、まあ俺の場合はもう適当にやるって決めたけど俺は適当にやる。まあ映画でもいいし配信でもいいし、
配信好きよ、俺。生きてるモチベーションの中でかなり上位を占めてるというか、かなりの割合を占めてるというか、配信やるために生きてるからね。まあ、配信やるためだけの5年間だな。あと2日で5周年。片時も休まず、やってきました。起きてる時はずっと配信やってた。狂ったように。自分で見つけろとは思わないよ。何か役に立てるんだったら俺は力を貸すよ。俺が役に立つんなら。道具として使ってほしいね。俺は何かやりたいことを思ってる人は大好きだから。アドバイスできる部分とかしてあげたり、シェアできるものはシェアしたいと思ってるけど。ありがとう、花火。なんかこう、いいじゃない。まあ、普通の人の感覚ではないけど、俺は。でも、まあ、どうせ100年後誰も覚えてねえんだから、俺らの名前なんか。で、なんだ、社会がどう、世界がどうとか言ったら、そんな人間が勝手に作ったルールだろ。そんなもん知ったこっちゃねえよ、俺。害虫って言われると、蜂とかゴキブリとか片足がないだけで自分から巣から離れようとするんだ。自然淘汰は怖い。いやいや、いじめられるんじゃないの？わかんないけど。まあまあ、どうなんだろうね。まあ、うまくできてるよね。まあでも、22歳の男の子が、男の子、まあ男の子でいっか、大学生ぐらいのもんな。その子が、まあ自ら首を絞めないといけない社会っていうのは、俺はなんか悲しいよ。荒野がいなくなって悲しいっていうのと、そういう世界で生きないといけないっていうのが悲しいっていう、その二つの悲しさがあるよね。だから、まあ、俺らが荒野を殺したんだと俺は思ってるけど。俺らは荒野を生かせなかったんだよ。それは悲しいよな。俺、配信始めたのは28。そうね、それくらいだね。4月の11日、2013年だから。そうだね。どうなんだろうね。自ら命を絶つのは人間だけなんじゃないかな。生物であるのかな、自殺って。俺はそういうふうに考えてるけど。みんな生きてんじゃないかな。どうなんだろうな。昔からあったのかな。猿とかでも自殺ってあんのかな。すげえな。YouTube1 時間放送してコメントゼロだよ。次役やろうか。次役。次役行こうか。とにかく配信分回して稼ごう。自殺は人間だけ？なあ、俺もそんな感じがすんな。違うよ、荒野は自殺なんじゃないよ。殺されたんだと思うよ、俺は。それは誰かにっていうわけじゃなくて、この世の中が荒野を殺したんだと思ってるから。で、この世の中の中に俺がパーツとして含まれてるんだよ。いや、俺らが荒野を殺したんだよ。さっきも言ったじゃん。俺らは荒野を生かせなかったって。俺らが荒野を殺したんだよ。どれくらいの割合を占めてたのかは分かんないけど。
フォローありがとう。猿とかゴリラ自殺あるんだ。ああ、そうなんだ。ああ、そう。猿とかゴリラも死ぬんだ。なんかすごいね。いや、脳みそが高等になっていけばなっていくほど。死ぬんだ。なんだっけ、便所さんの放送で言ってたんだっけな、荒野って実はものすごく頭いいって話で、ナックルズの取材で、配信とは何ですかっていう問いに対して、なんだっけ、虚像だって言ったんだっけ、荒野って。アバターだって言ったんだっけ。ありがとう。花火ありがとう。なんか、配信とは何かって言った時、アバターって言ったんだっけな。なんかすげえ深いこと言ったんだよね。なんて言ったんだっけな。ベンドさんの話だったと思うんだけど。なんだったっけ。なんかね、言ってたんだよね。なんかすげえこと。なんだっけ、理想の世界、なんだっけな。要はこれ自身がなんか虚像だっていうことを言ってた。配信自体がもう虚像、虚像っていう言い方、なんかね、面倒さんにもう一回聞きてえな。なんだっけ、ナックルズの取材に対してね。なんかね、俺はね、それね、ああ、こうやすげえところ見えてるんだなっていうふうに思ったんだよね。理想郷って言ったのかな？天国だっつったね。あ、それだそれだ、そうださん。死後の世界って言ったんだ。荒野に質問だ。ありがとう、ソウズさん。それそれそれ。配信とは何ですかっていう質問に対し、死後の世界だって答えた。荒野は。だから、それって、ほんとすごいなと思ったよ。そう。それだ、それだ。ありがとう。よかった、出てきて。助かるわ。そう。死後の世界。俺ら死人なんだよ。荒野が見た世界から。荒野の感性で配信を、要は俺らを見てる。死んでる人間の。熊も自殺すんの？荒野は本当に、ね、もう帰ってこないよ。あ、まあまあ、でも、光くんも荒野は天才だって言ってたし、銀杯さんも天才だって言ってたし、まあ天才なんでしょう。天才が天才だって言ってんだから。俺、光くんは天才だと思うし、銀杯さんも天才だと思う。あの二人が天才だって言ってんだから天才なんだよ。虚像を実像に見せるのが配信なんじゃないの？だから俺はそういう部分が嫌で、要は演じたりプロレスとかが大嫌いだから、もうありのままでやっていくっていうか、俺はそのカメラっていうのはこれ実は神様の目だっていうふうに思ってんの。ここに目があるでしょ。これ神の目なんだよ。俺を映す神の目。それはみんながリスナーさんが神様だって話じゃないの。本当はみんなとやりとりする電話みたいなツールじゃなくて、自分の人生をありのままに誰かが見てるっていう感覚の目が欲しかったの。トゥルーマンショーって映画があるらしいんだけど、そういう感じ。自分の起きてる、もうセックスしてる時も何やってる時も全部晒したいの、みんなに。だからね、攻殻機動隊でいうところの、攻殻機動隊っていうアニメがあって、まあ、その何て言うのかな、神の目線、その自分の人生を神様っていうのは人じゃないんだけど、あると思ってて、俺は擬人化はしてないけど、なんかその
全てを俯瞰する、まあ仮に目とするなら目、まあ目って言ってる時点で擬人化はしてるんだけど、そういうものを作りたかったので、何をやってる時も見られてるぞっていう。でも本来はそう、宗教ではそういう風に教えてたわけじゃん。別に正しく生きる、まあ正しくとか間違ってるとかよくわかんないけど、ただ単にその自分を観察する目っていうのがあったら面白いなっていう風に思って。まあでも、なんだろう。なかなか、想像してた通りとは違うけど。和道さん、日本大好きやろ。神話まんま、ああわかんないそれ。あの日本は大好きだけど、俺は日本大好きだよ。でも神話は全然勉強してないね。俺は無教養だから。でも古事記とかもちゃんと読んでみたいなと思うよ。なんかあていうか俺古事記をアニメ化とかしたらすげえ面白そうだけどなっていう。ちょっとエロい感じにして、なんかねエロスもありね、なんかこうかっこいい戦闘シーンとかもいっぱいありそうだけどね。でキャラクターもかっこいいじゃん。だから日本神話とか全然アニメーションにしてもかっこいいんじゃないかなと思って。あ、バッテリーが少ない。グッドボタンありがとう。バッテリー切れるな。日本は好きだよ。日本に生まれてきたんだから。日本人だもん。自分の国が好きだって言ったら笑われる国だからね、この国は。俺は人間は嫌いだけどね。日本は好きだよ。はいはい。どうすればいい？ LINE？ LINE にする？うん。どうした？はいはい、了解。はい、ワードツー神話のまんまってなんなん、どこの下りが神話なんだろう。ちょっとどこの下りが神話だったのか俺は分かんないから。バーは閉めた。何年前の話してんのよ。3年も前の話だよ。
なんで？ああ、そういうことがあったんだ。なるほど。ああ、まあまあ、なるほど。で？なるほど。それで？それで？ああ、やめた方がいいと思う。まあ俺はやめた方がいいと思うけど。いや、そういう問題じゃなくてやめた方がいいと思ってる。俺さ、聞いて。俺ね、2年前にツイキャスで、熊本かな？どこだったかな？どっかで震災があったんだよ。で、その時同じこと考えたの。そしたら売名だっつって俺も叩かれたの。俺、そういうネット民のとこ大嫌いなの。俺、行けばよかったなと思ってたんだけど、配信回すつもりなかったんだけど、叩かれるよ。っていうか、ネット民って、普通の人の感覚と違うから、世間と、俺は行くことは賛成、すごく。行くべきだとも思ってる。ただ、その資金の面に対しては、別で動きな。別で動きな。要はもう叩く対象になるから。で、叩かれても別に構わないっていう覚悟があるんならやるべきだと思うけど、ないでしょう。相当クソみそに叩かれるよ。そういう世界だから、ここは。なるほどね。日本は何にも変わってねえな。なんだろう、バッテリーってなんだこれ。あれ？なんでだ？なんで切れるんだ？すげえな。1時間放送してコメントゼロかよ。あ、いいよ。頑張ってね。自分が信じた道を周りに振り回されないで。周りは誰もあれだよ。関係ないから、自分の人生で正しいと思うことをやってください。いやいや、何もやんないやつに限って口出すから。自分が正しいと思ったことやりな。後悔するから、今自分がやるべきだと思ったことを信じてやりな。何もやらないやつ、何もやらないやつほど口を出すから。
ほっときな。カメラ回さないでいきな。うん。邪魔にしかならない。足の引っ張り合いだから。ありがとう。うん。はいはいはい、了解。自分が正しいと思ったことをやりな。俺も行かなかったこと後悔してるもん。っていうか震災起こったの今。え、どっかで地震あったの？俺ニュース見ないから全く分かんないんだけど、なんかあったの？日本って。それに俺びっくりしてんだけど、日本って最近なんかあった？ちょっと待って、誰か教えて、日本ってなんかあったの？俺それにびっくりしてんだけど、なんかあったの最近？日本って何が起こったの？被災ってなんだ？大雨？豪雨？岡山水没？100人死んだの？水害100人？マジで言ってんの？岡山のどの辺？社長生きてんのかな？大丈夫かな？何何？水没したの？何屋根の上で生活って。は？何それ。ああ、ありがとう。何それ。水没？モグラが泳いでる。そんな状況なの今、岡山。何それ。何？岡山全体ぐらいが沈んでんの今。へえ。ニュース、まあニュース、そうか、ネットがあるのか。見よう。広島が一番死んでる。何それ。なんて、水害で調べるか。水害は？これマジは？何これ、これマジ、何これ、これ日本は？何これ、こんなんなってんの今。岡山だけじゃないの、日本中こうなってんの。なんで、何これ、泥じゃん、泥の中じゃん。何これ。いやいや、大体わかったわ。そんなに雨降った？マジかよ。何これ。こういう状況なんだ。岡山、鳥取、京都。津波とは違うけど、被災地は東日本大震災と変わらない状態なんだ。中国地方もやばいの？じゃあ西日本がやばいんだ今。なんだこれ。
だこれ。山津波、要は山が土砂が降りてきたってこと？大雨で山がこう崩れたってことなの？これなんだこれ。日本が映画みたいじゃん。何これ、怖え。自然なんだこれ、とんでもねえな。はあ、あ、いやまあ不明者イコール死者だからな。あー、まあ日本は災害本当に。地震もあったし最近日本おかしい。うん、いやずっとおかしいよ日本は。地震大国だもん。台風が前線というのを刺激して、水害が起きてる。まあ台風が原因なんだ。いやーひどいなこれは。マジなわけねえじゃん、バカだろ。地震兵器とか、もう統合失調症だからネットの見すぎよくないよ、本当に。六本木ヒルズのさ、カフェでさ、地震兵器の話してるやつ一人もいないよ。ネットだけだよ、そんなこと言ってんの。ネットっつうか、まあ、千葉さんの放送だけだよ。千葉さんの放送と、二ちゃんのオカルト板だけだよ。あのね、月刊ムーだよ、あと。もうね、もう21世紀だよ。北海道どうなんだろうね。山津波か、原爆があったんだし雨降らす技術はあると思うけど地震関係はまだ確信がない。まだっていう言い方よ、ないよ。地震のことだって全然分かってないんだから。それってさ、卑弥呼の時代のさ、あの地震が来る時にこうやって祈祷やって皆の者神々が怒っておるぞって言ってんのと一緒だよ。地震兵器ハープって言ってんのって、もうその自分がそのレベルだっていう、はは卑弥呼様ってやってんのと一緒だよ。そういうことなんだよ。もうね、まあまあいいけど、何よ、4月11日に都内にさ浸水とかやめてよ。俺あれだから5周年だから、配信5周年、花火700発もらう予定だから、ちょ勘弁してくんね。花火ドカンドカン上がる予定だから、やだよ。なんで俺水没しないといけないの。とりあえずのんちゃんとシャカとペコ抱えて逃げ回るわ。できれば配信機材、あといらねえ。いいよもうそういうの、確定した未来なんかクソくらいだから。
いや、大丈夫でしょ。余裕でしょ。何が浸水だよ。のんちゃんこっちに抱えて、鳥かごこっちに抱えて、リュックに配信機材で。のんちゃん逃げるぞ。寝てるわ。大丈夫、なんとかなる。とりあえず、のりこと釈迦とペコが生きてりゃなんとかなるから。まあ、できれば俺は配信機材持ってきたいけど。できるなら。民家っていうか、まあ、タワーマンションだと思って過ごしてるけど、タワーマンションの34階あたりだっていうふうに俺は思い込んでる。やけ、本当 YouTube コメントねえな。監視されてるわ。YouTube 民に監視されてるわ。コメントゼロってどういうことだよな。4時か。ちょっと朝方までやろうかな。最近夜中の配信やってなかったから、ちょっと花火上げてくれる爆投げリスナーがいるはずだっていう。夜中、この時間たまにいたじゃん、なんか。爆投げファンタスティック侍がいたから。俺は爆投げファンタスティック侍に会いたいから、ちょっと爆投げ師にちょっと来てもらわないと、生活が成り立たないんで。そう、花火師。爆投げファンタスティック花火師を待ってるんだよ。救世主を。とんでもねえやつ。そう、夜中のちょっと探り合いだよ、今。もうちょい続けよう。眠い。最近でも配信時間短くなってんだよな。疲れるんだよな。あ、いいよ。いいよ。ていうか、匿名で電話かけてくれば。匿名で。別に名前バレないんだったらいいじゃん。俺、名前言わないから。どうなんだろうね。寝落ちしてんのかな。まあ、全然好きに使ってくれていいけど。寝てみようが、グッドボタンありがとう。寝てみようが何だろうか。オウムの話、あ、仏教の話眠くなるよね。わかるよ。すげえわかる。配信っていうか、俺はまあ仕事中だから、まあさっきも言ったけど、枠は回してるよ。配信外の通話は俺は基本的には断ってるから、メールだったらいいけど。別にだって声出てまずいことないでしょ。普通に話せばいいじゃん。思ってること。匿名だったら別に叩かれようがないんだから。基本的に俺は稼がないといけないんだよ。生きていくための手段だから、俺の。俺は生きないといけないんだよ。カメラ回ってる時だったらどんな相談でも受け付けるよ。配信外で電話は嫌だ。あ、乗る乗る。乗る。あ、いや弱く。あ、乗るよ。
乗る。それがもしダメだったら、コメントで相談か、あれにして。メールで。そうしたらカタカタできるから、喋りながら。まあそうでしょう。リスナーありきでしょう。見る人がいなかったらただのクズなんだから。そんなん全配信者がそうだよ。いや、俺飯食ったもん。飯は食った。まあ意見聞いてみれば。全然いいんじゃない。どっちでも構わんよ。いいよ、ステルスで相談でも。でも基本的にプロフィール欄に書いてるけど、ステルスってコメント拾わないようにはしてるから、あんまりそこをなんかメインにされても、っていうのも、ステルスって結局、なんつうんだろう、自分は叩かれなくて相談したいっていうことじゃん。そこに付き合うつもりはあんまりない。俺は、正直。遊びでやってねえからさ。悪いんだけど。だから、なんつうんだろう。まあ、さっき話した通りだよ。自分を信じてやるしかないよ。で、どんな行動をしても、行動したら叩くやつは出てくるから。ただ、ネットでやると、なんていうのかな。反対意見の方が目につきやすいから、ヘラルコがいるわけでしょ。私間違ってることしてんのかなって。で、それでブレるようだったら、自分の考えがまとまってないっていうふうに判断した方がいいよ。意思が固まってないってことだ。俺は、さっき、こうしようと思ってるっていう相談を受けたときに、いや、やれと。自分が正しいと思ったことはやれっていうふうに思ったよ。だけど、それがネットに叩かれて、ああ、私、あれなんだ、悪いことしてるんだ、じゃあやめますっていうぐらいだったら最初からやらない方がいいってだけで。みんな決めた人間っていうのは堂々と行動してるよ。だからやるかやめないか自分で決めな。偽善だとかなんだって言ってくるよ。でもいいじゃん、偽善で。俺は、あなたが決めたことを応援しますよ。でね、あともう一つ、嫌よのコメント拾うっていうことは、他に見てる109人に、周りの人に迷惑かかるから。周りの人は俺が今何話してんのか伝わらないから。そう。でしょ？だからそれって結局、自分の都合でさ、俺と俺以外のリスナーさんに迷惑かけてんのとイコールだから、そこは察してほしいかな。自己都合でさ、オナニーされても、困る。俺はこれ食いぶちだからさ。配信するかもしれないから。いや、別に配信やっていいんじゃない？配信やってるんだったら堂々と相談すればいいんじゃないの？名前名乗って。まあちょっと分かんないけど、次枠で。はい、お疲れ。電話いいよ。電話 OK だよ。はい、こんばんは。150円を浮かせるために4枠目です。和骨。何なんだろうな。
グッドボタンありがとう。本当にごめんどねえな。たけしファンクラブのダンカンに駒扱いされてるの分かってる。話題作りだったらいいけど、ごめん、主語が分かんねえから何言ってるか分かんねえけど、たけしファンクラブのダンカンに駒扱いされてるってどういうこと？ファンクラブにダンカンさんが駒扱いされてんの？ファンクラブのダンカン？何？たけしファンクラブのダンカンに誰が駒扱いされてんの？何？日本語がよくわかんないんだけど、話題作りだったらいいけどって、日本語はちゃんと書いて、悪いんだけど。伝わらない、そう、日本語だと。誰が何をいつどうしたかで、質問なのか意見なのか何なのかが、その文章から何も伝わってこない。ご意見なの、質問なの、何なの。打足じゃね、その文章。酔っ払ってんの？日本語は正しく使った方がいいと思うよ。会話ってさ、意図が伝わらないと意味がないから。意見なのか質問なのか何にも伝わってこないということ、意味がわからないの。何が目的なのかもわかんないし、何なの？たけしファンクラブのダンカンに駒扱いされてるの分かってる？ハテナマーク。話題作りだったらいいけどって、誰に何を伝えたいのかわかる？言われた時に自分が。わかる？わからないよね。読んでる人もハテナマークだと思うよ。あ、酔っ払ってんだろうな。俺酔っ払い嫌いだから、基本的に。話はできねえし。酒飲み嫌いなんだよ、だから。